ねえ、急に切れた。ねえ、急に切れたんだけど。本当に申し訳ない。ヒダイヤ見てるかな。いきなり切れちゃった。 Wi-Fi 変になって。ヒダイヤ帰ってきたよ。ヒダイヤ戻ってきて。ヒダイヤと通信配信してたのに、携帯がブチッと。まだフリーズしてます？フォロー来てた。本当にごめん。切れちゃった。大丈夫ですよ。切れたというよりももう込みの Wi-Fi が何でした？てか Wi-Fi オフにした。ああ。ソーリー。でもあと5分くらいですか、クミさんと。あれ残したかったのに、アーカイブ？ああ、ダメになっちゃう。ダメになっちゃったっぽい。悲しい。でもこれからは残せそう。じゃあ、れ行きましょうね、富士急。来てください。行く。案内ね。私は絶叫そんな得意ないんですけど、頑張って乗るんで、え、本当に？顔がめちゃめちゃ不細工になるんですよ、絶叫乗ると。じゃああれ？富士急の全制覇はしてない？全制覇しました。いろんな番組で、そう。高飛車乗ってみたえ、高飛車は慣れました。面い。あ、白い。本当？何が一番怖いの？A じゃないかがもう意味わかんないです、あれ。意味わかんない。本当にあれは。でも、藤山は、あ、これが日本一のコースターなんだなっていう感じ。全部乗った方がいいんですよ。私落ちるのもなんか速いのも全部好き。ジェットコースターだったら。じゃあ何でも行きますね。怖いやつは？お化け屋敷。え、そうなの。あれとは怖い。か、ああいうのも。3D が苦手。ああ、メガネとかかける系の。なんかさ、USJ 行ったことある？あります、あります。スパイダーマン、本当に苦手。ああ、急になんか、びっくりする系が無理なんですね。だから精神的に追い詰められる系が無理。わ追い詰められそう、コミさかる？ なんかさ、スパイダーマンでさ、なんかこれから、なんか犯罪組織だ。なんかなんでここに来たんだ？みたいな言われんじゃん、頭に。え、ごめんなさいって思う。ああ、そういう感なんじ。か、あと、ジョーズも無理。ダああ。メなやつ。本当に食べられるって思っちゃじゃあ本当にびっくりする系が無理です。う。そう。私も結構ビビりだからそういうのも苦手かも。じ絶ゃあ、叫を制覇しに行きましょう、地球に。ね、半年後ぐらいにね、落ち着いてた落ちら本当に嬉しい。着けばいいですけどね。ね、もう一歩も一家から出ない生活を送ってる。応。コンずっビと。ニも行かない。犬と戯れてる。一生家の中でしかも。リオンくん。なんかさ、もう電車とかまず乗りたくないからさ、はい。あ、ってそっなか。ると、そう、どこも行かんよね。車移動。ちょっとどうなっちゃうか怖いですけどね。ね、気をつけてね。ダイヤも。
はい、また会えること近々楽しみにしてます。楽しみにしてる、コミも。次、ひだあやは誰だ？次は、おりんちゃんだっけ？だね。はい。私はひなのだ。うん。じゃあ、またね。はい、ありがとうございました。ありがとう。一回切れちゃったね。はい、全然大丈夫です。バイバーイ。言いますね。うん。一旦切れちゃった。なんかね、落ちちゃったの。そう、アーカイブに残したかったんですけど、落ちちゃったやつってアーカイブ残せないのかな。どうなんだろう。皆さん画質大丈夫ですか？画質綺麗？お、続いてのメンバーから来ました。続いて4人目かな、私は。4人目のメンバーは、ああ、こみちゃんじゃん。こみちゃん。元気だね。元気です。こみちゃん。でした。さっきぶりですね。ね。ちょっと電話したね、さっき。ちょっと電話しましたね。ハート。ハート。こみちゃんに向けてね、ハート。かわいい、こみちゃん。なんかひよこ。ひよこ、なんかかわいい。なんかさっきさ、いきなり消えて、インスタ。お、なんか通知来ました。また始めたって。ああって。落ちちゃって。だからさっきまでのアーカイブ残したかったのに残せなそうなんだよね。悲しい。めっちゃ悲しい。残したかった、それは。だからさ、また切れちゃってもさ、はい。一回申請して、すぐ始めるから。あ、了解です。イエイ。イエイ。イエイ、こみちゃん。奈々の部屋初めて見たんだけど。ボクちんの部屋です。かわいい。あまり、ショールームでしか公開してないんで。後ろの写真何？お尻？お尻？お尻に見えるんだけど。それそれ。どれこれ？桜。それは一番上は桜でしょ？ケーキ。人。お尻に見える。お尻。スカート履いてるよ、ちゃんとこれ。お尻に見えるんだけど。お尻じゃない。レースのパンツ履いた。お尻には何でお尻。一番上は桜？一番上は桜でしょ。桜じゃないです。なんか何？なんだろうこれ。靴とか写ってます。全然わかんない。全然わかんない。ちょっとよくわかんない。でも真ん中は私のお家に来たことないね。ないです。行きたい。おいでよ。行きます。コミちゃんのお母さんの手料理を食べたいんです。それかい。目当て。いや、毎日メールでほら送ってるじゃないですか。そう、 AKB メールでね。そうで、美味しそうだなって思いながら見てます、いつも。コミの AKB メールを今日で何日目？2年5ヶ月20日とかですかね。更新、素晴らしい。毎日見てます。素晴らしいです。そう、昨日もね、間違いをこみちゃんの LINE に送ったもんね。時間間違えて。そう今日この配信を20時半いや9時
9時に送るっつって、あ、9時にやるってメールに送ったけど、本当は8時からっていうやつ。そうそう、なんで今20時半って言ったんだろう。わかんない。もう夜って頭回んないね。ねえ、あんま頭回んないですよ。でも配信だから携帯越しだけど、なんか合ってる感じする。うん、合いましたね。久しぶりだね。でもこいちゃんとは、まあ、今まで配信したメンバーとは久しぶりだけど、こみちゃんとは全然久しぶりじゃないですよね。あったもんね、この前ね。そうだね、クイズ大会だね。そう、ショールームの1週間前ぐらい。 AKB のあれ1週間前なんですか。え、そうよ。そっか、意外と。意外に時が。もうそれからずっと引きこもってるんだけど。私もそうですよ、毎日。何やってますか、ね、毎日、うん、もうね、本当にお家から一歩も出ない生活を送ってるから。うん、え、本当にね、もう YouTube 延々と見てる。お菓子食べながら。あ、そうですね。毎日やって見てるよ。どうもり？どうもり。ね、聞いて。はい。みんながどうもりやってるから、うん、私もやりたくなって。うん、でも持ってないから、スイッチ。ああ、はいはいはい。あのね、 DS 覚えてる？覚えてますよ。でんでんでんみたいな。DS を5年前ぐらい、5、6年前の DS を引っ張り出してやってみたの、うん、はい。できて、うん、どうもり持ってたから、 DS のソフトの。はいはい。 DS、3DS のじゃなくて DS の方、うん、DS ライト。あ、ライト、え、知ってる？ DS ライトは懐かしい。あのカメラ機能使えるようになったやつ。え、これあれ、これですよね、これ。え、今出てくる。あ、それそれそれ、それの黒。あ、黒、私こう、うん、ライトなんとかみたいな、グリーン。そうそう、それで、うん、やったのよ、動物の森を5、6年ぶりに。うん、たらさ、おいでよ動物の森やってた？おいでよはやってないです。じゃあこれわかんないかな、話しても。おいでよ動物の森でね、マックスが、はい、うん、お家がさ一番でかくて、うん、何回リフォーム必要なんだろう。 1,2,3,4,5,6,6 回リフォームしたら一番大きい家になるの。あ、なりますね。部屋の数が4つで、うん、一番上、一番大きい部屋がめっちゃ広いみたいな。うん、でマックスのお家だし、デパートはなんかたぬきちのお店があって、はい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 、商店街みたいな、商店街みたいな超ボロいお店から、はいはいはい、コンビニになって、うん、コンビニからスーパーになって、はい、一番でかいのがデパートなんだけど、うんうんうん、でデパートになってて、でなんかすごい街中にお金が落っこちてたわけ。おお、私の村に。うん、いや、私が落っこどしたんだけど、なんでお金落ちてんだろうと思って、あの貯金、うん、役所にいくら貯金あるんだろうと思って貯金見に行ったの。うん、したらね、いくら入ってたと思う？え、いくら入ってるんだろう。え、いくら入ったんですか？99億入ってた。やば、億万長者じゃないですか。そう、9億9千が、なんかね、1万マックスが9億までしか入んないの。あー、はいはい。で、9999999999で、もうそれ以上はいきませんよっていうのが入ってた。ありますね、ありますね。でもそれ以上入んないのに持ってるから、うん、町に、あ、落としてったってこと。そう、びっくりした。え、9億みたいな。やり込んでる、めっちゃ。ね、めっちゃやり込んでる。過去の自分にほんとびっくりね。うん、でそれでも、うん、町に落っことしても足りすぎて、うん、足
タンスの中にさしまえるの、はい、あ、しまえますね。そう、それ全部お金だったし一部屋全部お金をこうやって落っことしてた。だから今めちゃくちゃ王冠が売ってて、王冠が120万出る、120万円だったの、もう一括払いですよかっけー、120万の動物の森で大人買いを引きこもりながらやってるいやもうでも楽しいですね、動物の森ね、楽しい。で、うん、今ティアラが欲しくて、あ、はいはいはい、王冠の次はで、ティアラは100万なの、はいはいはい、だから100万を持ちながら常にティアラを待ってる、毎日発売されるの、ティアラ来ないかなってここの自分今ローン返済してるんでお金欲しいっすよ。もう返済するものもないし、そう、もう完成してないのよ。そうないから返済するものがもう本当に、だからあつ森、うん、集まる動物の森だよね。はい、そうです。やりたいんだけど、うん、ちょっと一瞬止まっちゃった、ごめん。あ、止まっちゃって、うん、やりたいんだけど、スイッチ買わないとですね。そう、持ってなくて、うん、でもさ、DS でさ、はい、私99億か、うん、9億ってか、もうもはや10億以上あるんだけど、うん、貯金入んないから、はい、10億持ってんのにさ、うん、初めて0円からスタートって無理なんだけどもう確かに感覚麻痺しちゃってる方してるもんそれ移行できればいいんですけどね、できないからお金億万長者の遊びしてんのにさ、で、ね、またビフォーから始めなきゃいけない本当に移行したいいや、移行機能があったら私も飛び出す動物の森の方から引っ張り出してきたいんですけど飛び出せね、すげえ、やったことないわあ、じゃあもうおいでよだけですか、やってたのは。もうそう、おいでよにマックスになるまでやり込んでた、うん、それはマジガチゲーマーっすねえ、名前何でやってる？名前はひなひなちゃんでやってます。かわいいコミなんだと思う？コミハルじゃないんですか？うん、違う。何でやってますか？ティアラ作り込むやつ買った方がいいっすよティアラちゃんでやってます。ティアラちゃん、かわいい。自分の名前じゃない。なんか2人住人がいて、はいはい、1人男なの。うん、もう男は名前忘れちゃったんだけど、うん、男はね、その王冠かぶって、うん、王様のひげつけて、王様の服でもガチ王様にした。で私のお気に入りの2人目の女の子、うん、ティアラちゃんは、うん、今ティアラっぽい洋服、お姫様の洋服買いあさってて、うん、早くティアラが出るのを待ってる。だから王様とお姫様にすんねん。かわいい。もう国じゃん、国、うん、かわいい。ひなちゃんは今、ひなひなちゃんか、ひなひなちゃんは今、住人がめっちゃ呼べるんですよ。その今最初は2人で、うん、で今3人他の島から呼んできて、でその家を建ててあげた。ん、すげえ。そんな決まってないの、住人の数？そう、なんか、ま、決まってるのか分かんないんですけど、なんかそういう3人追加で呼ぶイベントみたいなのがあって、でその人たちの移住するところを、住むところ決めて、でその人の家に家具を置いてすぐ住めるようにするっていうことをしてました。今日住民の、うん、家の中の家具も作れんの？はい、なんかあつ森そういう移住、なんか
プラみたいなのがあって、え、すごいね、プラみたいな感じで、でそれを私が用意しなきゃいけないっていう、え、自分のお金で、あ、そう、 DIY っていうのがあって、そう、 DIY っていうのがあって、家具作れるんですよ、家具とか道具とか、うん、うん、道具ってその置いてるとか壊れなかったじゃないですか、壊れな、ぶっ壊れるんですよすぐに、え、あつ森すげえ、そうだから壊れたら動物の森のプレゼンめっちゃプレゼンしてくれるスイッチぜひ買ってくださいっていう、買いたい、うん、やりましょう、通信、通信機能あるんで、え、そうなの、インターネットで、だから家にいてもできますよ、え、マジ、はい、でこの前お代理としました、え、すごいじゃん、買おうかな、お店屋さんもやりたくないから、うん、通販でね、早い、動物の森の話してたら終わっちゃったよね、終わっちゃったら悲しい、ありがとうプレゼン、いえいえ、ありがとうございます、また、うん、一緒に配信しましょう、見ろね、はい、じゃあまたね、ひなちゃん、また会いましょう、さよなら、うん、バイバーイ、バイバーイ、あ、外見ちゃった、ボクちんの部屋じゃあちょっと私の続いてはちょっとね、充電が切れそうなので一旦配信を切ってまたすぐ始めます、皆さん少々お待ちを、次は湯本亜美ちゃんと配信します、一瞬待っててね、またねー。